内閣総理大臣君示研修院起立礼着席皆さんこんにちは内閣総理大臣の安倍晋三です行政のトップとして今まさに国家公民の道を 歩み出ししたた皆さんをままず冒頭心よりいいと思います先週、横綱、新横綱、千代とのあの劇的な逆転優勝に四十が沸き立ちました初日から好,好調でしたが13日目に残念ながら負傷してしまったそれでも横綱は怪我の痛みに耐え本割そして決定戦と。 手に汗握る大一番を制し、見事に優勝しました。周囲には、怪我の悪化、今後の土俵人生への要求を考え、横綱に中場することを勧める声もあったと言います。しかし、千瀬の里関は、自分のために苦労して、 入場券を買ってくれた人がいる新横綱を楽しみに来てくれる方も多いそう語って迷うことなく千秋楽まで土俵に立ち続けたそうであります横綱の強い責任感そして高いプロ意識にこれから敬意を表したいと思います皆さんも今やプロの女性間であります皆さんの 一つ一つの仕事すべてが日々の国民の暮らしに直結している国民に奉仕する皆さんにはいささかの甘えも許されません学生気分はもはや完全にせさってもらわなければなりません自らこの道選んでこの道を決めたこの道に進んだ皆さんには その強い責任感を持って、それぞれの仕事に取り組んでもらいたいと思います。本年は、日本国憲法の施行からちょうど70年の節目の年に当たります。70年前の日本は、戦争によってすべてを失った。見渡す限りの焼け野原でありました。しかししか先人たちは決して 諦めなかった廃墟と窮乏の中から完全と立ち上がり世界第3位の経済大国そして自由で民主的な日本を作り上げてくれましたその中心には皆さんたちの先輩たちがいた未曾有の国家的な危機を前に祖国の復興に身を尽くし戦後を 切りたた,たくさんの公民たちがいました。下村青さんもその一人でありました。終戦当時、若干35歳。若手行政官の前には、戦争によって産業をことごとく失い、急激なインフレに襲われた日本経済がありました。その 強い機関が彼を経済の現場へと駆り立てました下村は自らの発意で闇市の物価調査を開始しました当時新橋にあった闇市に彼自身が足を運び自らさまざまなものの物価を調べていたといいます満足な食事も取れない時代 体調は必ずしも万全ではありませんでしたがそれでも新橋通いを通じたそうでありますその結果をもとに闇物価指数と名付けた独自の統計まで作成し下村は現場の実態を把握する努力を重ねました彼の経済政策は常にそうした現場感覚に裏落ちされていました ですから下村は一人の若い公務員でありながら年上の高名な経済学者たちを相手にしても全く物おじすることはなかった現場に根ざした自らの主張を常に確信を持って貫いていたといいますそしてそうした現場を大切にする姿勢が 日本をを高度経済成長へとと導くあのの所属倍増計画を生み出したのだと思います皆さんもどうか現場に足を運んでください。現場の実態にその目を、その耳を傾けてください。現場感覚の伴わない空理空論に世の中を変える力などあるはずがありません。 70年前の大先輩たちが戦後の日本を切り裂いたように、この節目の年に公務員となった皆さんには戦後のその先の未来、次なる70年を見据えながら大胆な改革にチャレンジしてほしい、我が国の輝ける未来を切り裂いていってほしいと期待しています。だかからこそいかなる時も 現場を大切にしてください時代は今大きな転換点に差し掛かっています少子高齢化は深刻さを増していますそれを克服するため若者もお年寄りも女性も男性も障害のある方も難病に苦しむ人も一度失敗を経験した人も 誰もが生きがいを持って活躍できる一億総活躍社会を作り上げていかなければなりません。最大のチャレンジは働き方改革であります。残業時間の多さを自慢するような職場文化からは決別しなければなりません。保育や介護など多様な事情を抱える人たちがその能力を 発揮できるよう長時間労働を是正し同一労働同一賃金を実践する従来型の労働制度を安倍内閣は今根本から改めようとしています経済社会のあらゆる場面でこれまでのような画一的みんな横並びの風土を打ち破り多様性こそが尊重される 新しいいい時代をくり上げてて歴史的な大転換が求められていますそして、すべての子どもたちにチャンスのあふれる国づくりを進めていく、子どもたちの誰もが意欲さえあれば、高校にも、専修学校にも、大学にも進学できるような日本に変えていかなければなりません。 世界も変化の時を迎えています。アメリカではトランプ大統領が誕生しました。素晴らしいビジネスマンではありますが、議員や知事などの公職の経験はありませんでした。それでも、1年以上にわたる厳しい選挙戦を勝ち抜き、新しい大統領に選出された。 それこそまさに民主主義のダイナミズムです。民主主義こそ時代を動かす原動力だと改めて実感します。ヨーロッパでもフランスやドイツなど多くの国々で選挙が行われる予定です。アジアに目を転じれば北朝鮮の核・ミサイル開発は深刻です。今朝 北朝鮮がままたも弾道ミサイルを発射しましたアンプリ決議に対する明確な違反であり、断じて容認できません。先月発射されたミサイルは、能登半島からわずか200キロの場所に落下しました。外国軍機による領空接近と、これに対する、 自衛隊機のスクランブルも増加しており、我が国を取り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しています。テロの脅威は世界に拡散し、日本人が被害に遭う事件も発生しています。こうした国内外の課題に、私たちは自らの頭で考え、自らの手で道を切り開いていかなければ、 なりません私たちの未来は人から与えられるものではない私たち自身の手で切り替えていくべきものでありますどうかその気概を持ってそれぞれの持ち場においてリーダーシップを発揮してもらいたいと思います、えー、昔ある家に住んでいるネズミたちが一堂に会しました その時あるネズミが抗争弾を持ちかけました。この家には猫という恐ろしい獣がいる。ゆうべも友達の大ネズミが食われてしまった。何か良い方法はないだろうか。なかなか理論はまとまりませんでした。しばらくたって一匹のネズミが猫の首に大きな鈴をつけたらどうか。 歩くたびに音が鳴るので猫が来たのが分かって隠れることができるようになると言いましたすると他のネズミは皆揃ってなるほどと感心しそのアイディアに納得したそうでありますしかしその後どうやって実行するのかという段になると誰も自分が行こうとは 言わない結局会議は全くの無駄になってしまったと言いますまあこういうお話でありますこれから皆さんにはそれぞれの行政課題と向き合い先送りすることなくしっかりと解決していく責任があります美しい言葉をいくら重ねても結果が出なければ意味はありません 立派に見える政策であっても紙の報告書自体には何の価値もありません自らの言動が猫の首に鈴をつけるかごとき気丈の空論になっていないか皆さんにはこれからの公民人生の中で常に自問し続けてほしいと願います そして、自分で作った政策は、それが実現するまでやり抜く覚悟を持つ、最後のゴールまで走りきることができる、行動する情勢観になってほしいと思います。積極的に行動すれば、当然、失敗することもあるでしょう。しかし、か皆が恐れても、 みんなが恐れて失敗を恐れて何もしないチャレンジを避けるような国に未来などありませんいかなる困難な課題に直面しても真っ向からチャレンジする精神をどうか持ち続けてほしいと思いますそ勢の里関は優勝インタビューで こう語っていました自分の力以上のことが最後は出たので、本当に諦めないで最後まで力出してよかった。成功する最大の予定とは何か、それは最後の最後まで諦めないこと。成功を信じて、与うる限りの能力、努力、 能力に見合う努力を積み重ねていくことであります。どうか皆さん、あきなきチャレンジを続けてください。そしてワークインの輝ける未来を一緒に切り開いていきましょう。終わります。研修員キルツ、はい。 内閣総理大臣はご着席ください。検視員着席。